それな。え、でも待って、今日お盆じゃね？は？お前お盆とかビビってるば。あれおばあなんかが来たら嘘だ。怒ってんわ。え、マジかお前。待って、うわ、あれユスキーどこ行った？あれ、うん、うわっ、制服を脱いだとき、真価が問われる。女子高生というだけで、いろんな大人からチヤホヤされてきた。しかし、それも今日まで。今まで守られてきた学校という盾はもう存在しなくなる。ここからの人生は、自分で決めなければいけない。明日の私は、何になる？女子高生だからって言われるのにはもううんざりだ。自分の色は自分で決める。私を見て、私を見て。女子高生 A じゃない。私を見て。これから描く私だけの物語を。